失われる血筋。そろそろ洗濯をせにゃならんが、天気が悪いのを理由にまだやってない。曇り空の窓の外、今にも雨が降りそうだ。干して濡れたら干す意味がない。そうこうするうち兄の具合が悪くなった。寝たまま母親に病状を説明している。近頃はこのようになるのです。ラップの透明シートの上に兄が涙を垂らすと、それがアルミニウムの粉末のような銀色になる。なるほど、失明するかもしれないな、と思う。ただし、自分より先に悪くなるのは変な気がする。まだ母親が存命というのも変な話だが。